おっす、霊夢だよ。マリサだぜ。今日もプロスピエースやっていくよ。結婚したな。いや、びっくりしたぜ。結構ショックだったんだけど。女子かてめえは。女子ですが。あ、そうだった。いや、何をショック受けることあんだよ。何の相談も受けてないし。何を言ってんのこの人は。急に結婚式のウェブ招待状届いてびっくりよ。なるほど、翔平じゃないパターンね。あ、翔平？翔平って翔平大谷の話してた？逆にこのタイミングで誰の話してんの？同い年の浅海くん。誰だよ。そうか、翔平大谷も結婚したんだったな。したんだったなって、近年稀に見る衝撃の結婚発表だろ。ま、世間的に言えばそうなるか。え、浅海くんだっけ？その人の結婚そんなに衝撃だったの？いや、まったく。なんだこいつ。で、どうする？今回はどっちの結婚について話す？一択だろ。そうですね、浅海くんとの出会いは。そっち、それやると思ったけど。予想通りみたいに言わないで。翔平な、翔平の結婚について話したくてうずうずしてんだな。そういう言われ方するとあれなんだが。ほっといてやれ。実はお付き合いしている人がいました。その人と籍を入れました。気持ちも新たに野球頑張ります。もうそれでいいだろが、それ以上もいかもあらせんわ。しかし2月29日って独特なセンスだよな。うずうずしてますよね。あれ入籍って別日なのかな。入籍日は言いたくないみたいに言ってたもんね。その発表をうるう年の2月29日にするってのがな。翔平らしいと言いますか、トンチが効いてると言いますか。じゃあ実際の入籍日っていつなんだろう。気になるが止まんねえな。お相手は普通の日本人女性と言ってましたけど、普通の人は翔平大谷と出会うことなく置いていくわな。言い方よ。多分誰もがそれ思ったけど、あの会見の言い方だと結局一般人かどうかもわからないもんね。一般人って言い方が嫌いなのかな。どうなんでしょ。単純にメディアに出てた人なのか。あ、気になってうずうずする。もう普通に言っちゃったよ。だってさ、だってさ、お相手は一般の方なのでそっとしといてくださいくらい言わない。普通どうせマスコミは放っとかないだろうけど、余計なこと考えさせないでほしいけどな。無理でしょうね。お相手の正体を暴こうとする奴がいて世間に叩かれるのが目に見えている。まあそうなっちゃうか。今まで以上にプライベート狙われるだろうな。こうなったらとことん隠してほしいけどね。その時点で余計な気使うけどな。触れなければ世間もそのうち忘れるのに。お、意外とドライ。所詮は他人事ですから。もちろん野球に関しては今まで通り応援させてもらうけどな。ですね。まあ相手が誰であろうとお幸せにってとこか。そういうことだ。浅海くんのお相手も別に気にならないしな。そこはさぐれよ、大人として。はい、プロスピやっていきましょう。まずは何からいきますか。激アツ更新来たからな。今すぐそっちを見たい気持ちもわかるが、霊夢ランキング走ってたろ。とりあえず OB 第5弾のランキング結果から。OK、じゃあ今すぐ更新見ていきましょう。おやつ喧嘩売ってますね。ランキング結果はその後だ。はい、やってきました2013サムライジャパン。いや、来ましたね。こんな激アツな選手たちの集い、まさかまさかこんなメンバーで登場するなんて一体全体誰が予想できたでしょうか。去年立て続けに来た WBC の日本代表。2006年、2009年と来れば、今年はその続き、2013年の WBC メンバーで来る説。それ来たら熱いけどな。予想するのは自由。ザザザッと見ていくぞ。2013年の WBC、阪神はやはり鳥谷さんでしょう。鳥谷がスタートしている。言いたいだけですね。投手では能見さんがいます。カープは前剣よ。欲しいねー。ま、実際はワールドスターで出てるから今村さんですかね。で、この年はベイスターズからは選出ゼロです。全員登場してほしい。無理でしょうよ。巨人からはなんと7人だ。阿部監督に内海コーチ、杉内コーチ、山口コーチと全員登場してほしい。無理だって。これ調べてて何が面白いって。この予言者は一体どこの誰なんだい？この茶番まだ終わらない。ま、7人全員の登場はなかったですが、ジャイアンツ割合は高いぞ。今回登場した2013サムライジャパンは全部で14選手。そのうちの4人が巨人からだぜ。見ていくぞ。杉内投手チーフコーチ。素晴らしい能力ですが、意外にも B 以上の球種はチェンジアップのみ。ドロップカーブがスラーブになってますね。で、第2球種にカーブが追加されてるぜ。代表のは中継ぎ適正やるのがいいよね。オーダーの幅がぐっと広がります。もし杉内さんゲットできたら、コーチやってもらいます。コーチ適正はねえよ。続きまして、内海投手コーチ。杉内さんが左のエースなら内海さんは左のエースだ。それ普通左と右で言うやつ。欲しいねー。内海さんは過去シリーズの極みで持ってるからな。ここ手に入ったら称号までできるぞ。オール A の全動値狙いたいですね。火の玉ボールが決まれば80の全動値だぜ。それかっこいい。オール A にしてね。コーチやってもらいます。できねえよ。投手ラストは山口二軍投手チーフコーチ。左と来まして、最後に来ました左投手。左。第2球種でフォークが追加されてます。B 以上の球種は3つ。超変幻自在を出すのにもってこいだぜ。うち条件満たしてねえかんな。そういう意味で投手ではグッサンが一番強化になるか。
物産も極みで持ってるし、手に入ったら称号で9位型にしたいとこだな。この能力ですから、コーチやってもらいます。そのシステムねえんだよ。もちろん全員欲しいが、結局一番欲しいのはこの監督。監督言うてますけど。どう考えても阿部監督が欲しいっす。いやぁ、強いぜ。ミパ同期決めてみろ。1年後も多分使ってるぞ。これ2013の侍バージョンってことでさ、2012年の成績を元に登場してるわけだが、阿部さんはこの年の TS で何回も登場してるぜ。去年は2009年の侍バージョン、ミパ79の同期で登場。一昨年は2010年のホームラン44本打った年の TS、パワー83の完全パワー型。で、その前の年までが、2012年バージョンでずっと登場してました。ミート84の完全ミート型だぜ。で、今年も同じ2012年の成績の阿部さんですが、ミートが3下がってパワーが1上がった。それによって最初からミートパワー A、称号でミパ同期が狙える数値に、数字的には減ってるけどな、プロスピ的には強化と言えるでしょう。ぜひともうちに入ってもらってね。コーチやってもらいます。監督じゃねえのかよ。ゆっくりバスターズの監督は私だ。はい、そうですか。今来てるイベントのプロスピパーク、これやってれば侍の S ランク契約書もらえますからね。確実にこれは手に入れましょう。侍の A ランク契約書ももらえるぞ。ランダムに2枚と選択契約書が2枚もらえるぜ。いやはやありがてえ。で、まあご覧の通りまだ回収しきってないので、侍 S ランク契約書は次回引きますね。巨人引ける確率は14分の4。一発勝負とはいえ、ここは絶対に射止めたいとこだな。こんなチャンスなかなかないぞ。本当はガチャ回したいくらいの確率よ。あ、課金しようかな。金貸して。誰が貸すかボケ。これさ、巨人の選手いっぱい登場して嬉しいんだけどさ、考えてみたらさ、差が広がるな。どういうこと？ほら、3月に来るであろう最強決定戦、そこでいい結果残したいなと思って日々生活してますが、純正リーグだよな。もちろん巨人純正リーグに参加するつもりだが、ベスト9タイトルホルダーの時に話したじゃんか。なんだっけ。今年巨人からはカズマと大城の拓民しかいないからさ。ベスト9タイトルホルダーからって意味な。そうそう。だからそこ持ってなくてもスピリッツの差が出にくいと。無課金はどうしてもベスト9タイトルホルダーに手出しにくいからな。巨人からの選出少ないのは寂しいけど、その分今年はいい順位行くチャンスだと思ってた。でも侍からスピリッツ4500が4人も登場しちゃった。なるほどな。どうしても侍から1人はゲットしなければ、引き当てれるよう頑張ります。で、スピリッツは4400ですが、ランキング走ってました OB 第5弾。その結果がこちら。24379位。今回も無事に選択契約書もらえたな。久しぶりにやりすぎてしまった。28000位くらいがベストなのに、そんなことやってるとまた漏れるぞ。イベントで使ったのは352エナジー。結構緩かったな。これくらいの緩さだと最後の1、2時間の追い込みは大したことないんだよな。とにかく350エナジーで川上さん取れたのはでかいぜ。ただなぁ、スタートダッシュスカウトで425エナジー使ってるからな。しかも全かぶり。様に言われたくないわこのミラクルかぶり娘が。すみません。新しい選手引けなかったからイベントボーナス稼いだだけって考えるとな。スタートダッシュスカウトの425エナジーとランキング分の352エナジー合わせると777エナジー。各編突入やったぞ。そんな無駄奇跡はいらん。さて今回ですね、本当は称号やる予定だったのですが、やらないの？今からだとちょっと長くなっちゃうなって、侍紹介動画になってしまったが、ま、人生こんなこともあるさ。このチャンネルはこんなことばっかだな。なのでもしかしたら侍契約書は次次回になるかも。さすがはリアルタイム編集といったところか。悪い意味でね。臨機応変に行きましょうや。OB 第5弾でテッサンをゲットすることによって、とうとう超周到精密にリーチかかるのでね。あとは秋広選手を称号でミート型にするだけだぜ。次回はそこを確実にクリアするぞ。と終わると見せかけて、なんだやっぱなんかやるんだな。ご褒美タイムやって終わりましょう。わい、充実してる。本気でそう思っているのか。思ってるわけねえだろが。197エナジー。うわ、1500超えない。安心してください。ご褒美タイムはご褒美タイムでも今回は特別なご褒美タイムだ。早速いただきましょうね。白黒白黒。どういう認識？こいつだー。はい、上記の選手で間違いありません。ここまでやってこんなとこで間違えるアホいるか。いるなら連れてこいや。なんで毎回ここ切れんだよ。いでよ、川上の鉄さん。よっしゃ、一週間報われる瞬間、ミート型8人に、リーチかかったぞ。じゃまた次回、なるべくすぐ出します。